今から病院行くけどさ、うん、頭の病気だったら大学病院ってこの前言われたけど、なんかでも原因が分かんないって言われたから、うん、一応ちょっと他の病院もさ行ってみて、ちゃんと原因分かったら何叩く怒ってんの、うんね、ちゃんと原因を分かってからさ、うん、納得したら大きい病院行こうと思って、うん、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。わ、やだな、これで手術とか言われたらどうすんの。もうちょっと何してんやだな、緊張してきて足が震える、なんか左足だけ震えるんだけど、なんで怖くて、怖くてかな、うん。で今日はネットで評判のいいところに来てみました。はい、はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、ね、何にもなければいいけどね。ファミマのウィーズ美味しいよ。 CM 来るかな。 CM 来ないよ。頭まっすぐ手をつけしていただいて、頭だけ左側の方に傾けてください。指で触ってわかる、それとも何か見てわかる。はい、奥の方にあるので、はい、まあ、これは欲しいですね。骨の塊ですね。あ、骨なんですね。まあ、骨は耳の皮膚の下にあるので、はい、それがちょっと少しこうに腫れることあるんですよ、はい、前からあったんだと思うんですけどね。あ、そうなんですね。基本的には、はい、まあ、耳掃除するときに引っかかるぐらいで、うん、まあ、本人痛くもないし、はい、あるいは悪いもんじゃないんで、はい、基本的には普通このまま様子見ちゃいますよ。すごい喋ってた。めっちゃ喋ってめっちゃ喋ってた。この前の人さ、なんか分かりませんとかさ、ちょっと結構ヤバかった。ヤバかったよ。これは分かりませんねみたいな。とりあえず薬を出しておきますんで、様子を見ましょうみたいな。これはね、別に特に何もなくてんですねみたいな。めっちゃ早くてベルベルめっちゃ。早かったよ。めっちゃ早い。しかもなんか10秒ぐらいで分かってたやつ。うん。言った意味がなかった。え、でも分かってよかった。でもあのあっちの病院にさ、うん、もう分かりませんって病院にさ、うん、来てくださいって言われてもう行かなくていいの。うん、もう行った。あ、写真撮ったの。うん、で触られたり、うん、あ、でも両方とも触ってきた、うん、私の骨を触って2ミリって言ってた、うん、超ちっちゃいね。髪の毛何本とか。これぐらい。こんな感じで。こんなにちっちゃいの。まあでもよかったよ。よかった。うん、ね。ね。物が落ちてる。アリに食べられてる。ほら。みんな桃食べたい。じゃあ桃買って帰ろう。グミペア。サンジーラおやつだ。